愛知県の八萩川から明治用水に水を取る明治用水投資口では、上流側の川底にできた穴から下流側に水が漏れ出ているため水位が下がり、取水口から水を取ることができなくなっています。応急措置として仮設ポンプで水を汲み上げていますが、完全復旧する見通しは立っていません。今日は専門家らで構成した復旧対策検討委員会のメンバーらが現地を訪れ、 漏水部分を土ので囲う作業などを視察しました川底に穴ができた原因の究明や出水口から水が取れるようにする対策などを検討する予定です